はい、どうもリンゴです。今回は東京コミコン2023の続報について話していきますね。前回はマッツ・ミケルセンとポム・クレメンティエフの来日が発表されたのですが、今回は第3弾ということでスター・ウォーズ界隈から2名発表されています。まずテム・エラ・モリソン、スター・ウォーズクローンの攻撃のジャンゴフェット役、そしてディズニープラスで配信中のボバフェットのボバ役など、スターウォーズシリーズではクローンといえばこの人、テムエラ・モリソン来日決定しましたね。これコミコンカフェでもちらっと情報が出ておりました。スターウォーズセレブレーションとか海外コミコンでは参加されることの多いモリソンさんなんですが、ついに東京コミコン初参加となります。そして東京コミコンおよび大阪コミコンのもはや常連となっているダニエル・ローガン、今回も参加が決定しています。ということはフェット親子ダブルボバフェットが東京コミコンに来るということですね。これはぜひ撮影会のダブルショットとかデュアルサインを決めたいところですよね。ちなみになんですけど、ここでフェネック役のミンナウェンが来ればもっと熱いんですが、ミンナウェンは東京コミコンと日程もろかぶりしている海外のコミコンへの参加がすでに決まっています。なのでそれは今回叶いませんが、フェット親子揃って会えるのはスターウォーズセレブレーションとかの機会以外だと、なかなかないので、このチャンス逃さないようにしたいところです。こちらも今までの来日決定セレブ同様、チケット発売は、この動画を撮っている時点では発表されてない状態です。まだ第1弾のセレブのチケット情報も発表されていませんが、ストライキの影響ではないとは思います。多分円安が進んでるから、チケット価格とかでいろいろまだ発表できないところがあるのかなと、個人的な憶測ですね。もうあと2ヶ月近いので、さすがに販売してくるんじゃないのかなと思いますね。それとアンバサダー発表されましたね。新田真剣佑、ネトフリワンピのゾロ役で盛り上がっている今、真剣佑ナイスな人選だと思います。大多数の人は撮影会サイン会のゲスト枠で、来てくれないかと思うと思いますね。私もそれ思いますけど、例年アンバサダーって、撮影会サイン会とかありません。しかしコミコンカフェで発表があった時に、もしかしたらサイン会ぐらいはやるかもみたいなニュアンスだったので、何かしら参加者と交流する機会があるのかもしれませんね。海外のコミコンだと真剣佑撮影会とかサイン会普通にしてるんですね。つい先日もクウェートのコミコンで、フォトサインやってたし、東京でもアンバサダーで例外的に撮影会サイン会やってもおかしくないとは思いますね。新真剣佑が来るとなると、オープニングステージとかめちゃくちゃ混んでくるかもしれませんね。こちらも続報に期待してます。そして大阪コミコン2024が早くも決定しましたね。これもこの前のイベントで発表されてたんですけど、今年と同じくインテックス大阪でとなります。5月の3日から5日の3日間、ゴールデンウィーク真っ只中でございます。ということは、早めに宿泊する場所だけは、確保しておいたがいいと思いますね。これはまだまだ先の話ですが、こちらも楽しみですね。で、今のところ東京コミコンは7名のセレブが発表されました。正直、今やっと半分ほどセレブが発表されたなという段階で、後半戦めちゃくちゃ熱いセレブが目白押しになりそうです。ここからが本番だと言ってもいいと思ってます。毎回コミコンって最後あたりにビッグゲストを出してくる感じなので、今回も後半戦は怒涛の発表があると思います。あとは円安が進んでるので、チケット価格が怖いですよね。今年はチケ代高騰は免れないとは思うので、今からでも散財は控えておきたいところですね。とか言いつつも、僕は最近アナキンとオビワンのカスタムライトセーバーを買っちゃったんですけどね。カスタムライトセーバーめちゃくちゃかっこいい。もう本当ね、コミコンに備えなきゃですね。去年の東京コミコンとか、今年の大阪コミコンに参加したセレブが、再び今年
年参加することもあると思います。あのマッツ・ミケルセンとかクリストファー・ロイド、まあそうなんですけど、まあ、前回より高くなりそうな感じですね。マッツとかね、あの大阪2万5000円だったけど、まあ、3万円前後とか普通にありえるんじゃないのかなと思ってます。まあちょっと円安は怖いですよね。ということで、まあ今回はあのここで終わります。あのまた続報があり次第話していきますね。じゃ、またね。